大阪の焼肉店が客のマイナンバーに肉にちなんだいい肉肉肉などがあった場合焼肉4人前を無料にするサービスを始めましたしかしマイナンバー制度を所管する内閣官房がこの焼肉店から問い合わせを受けて検討した結果昨日正式にサービスの自粛を要請しました店側はサービスを中止するということです内閣官房では 一部でもマイナンバーの提示を繰り返すといずれ番号すべてが漏れる恐れがあるとしています。